これはまさか！はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日からガチャに SS ランクの覚醒土雲が追加されたということで、早速やってみたいと思います。今日からね、新しいスコアアタックロボニャン28号も始まったということで、早速妖怪パワーアップしたいと思います。まずはワイマネーガシャ、さあ来るのか。赤いウィスパーから、おっと犬にゃん。覚醒土雲はね、ロボニャン28号に対してスコア 10% アップということでね、これは必須でしょう。欲しいよね。さあまた赤いウィスパー、おっとフーミン A ランク、これはまあ結構当たりと言っていいんじゃないでしょうか。なんか SS ランクね、結構出やすいという話なんで、まあ、出るといいですが、おっと来たか。お、椿姫 S ランク、これはね持っていないので嬉しいです。聞いたところによると椿姫結構強くて使えるらしいですからね、これは当たりと言っていいんじゃないでしょうか。今回いいよね。いつもなかなか S ランク出ませんが、今回のガシャは幸先いいです。トゲニャン B ランク、技のレベルアップです。さあどんどんいきます。 SS ランク来てくれ。おっとサルニャンだ。技のレベルアップです。レベル3結構来てるよね。さあこっからはコイン、三国志コイン行ってみたいと思います。おっとゴールドウィスパー来たか。おっとコマさん S 孫作 S ランク、これもね嬉しいよね。まあ今更感あるけどね、持っていないので S ランク使えるかと思います。さあスペシャルコイン行きたいと思います。 S ランク確定のガシャ3枚あるからね、これは期待できるでしょう。おっと来たよ、おねむのせい。まあおねむのせいもね結構使える妖怪なので嬉しいです。できればねレジェンド妖怪解放のねメンバー一角がね出てくれたら嬉しいんですが、聞いたところによるとレジェンド妖怪ヤマタンがね結構スコアアタックで使えるという話なので、まだヤマタン解放できていないのでゲットしたいよね。さあ来るか、スペシャルコイン S ランク確定。さあ何が来るのか。おっとコマさん S だ、これも持っていないので嬉しいですね。ポカポカ族が結構充実してきました。スコアアタックで使っていきたいと思います。さあここから5つ星コイン7枚あるからね、まあ何か来るでしょう。おっと兄貴レベル4です。あとはねレジェンド妖怪花坂 G がねまだ解放してないんだよね。花坂 G もねスコアアップのスキルを持っていて、結構ねこのスコアアタックでは使えるという話なんでね、欲しいです。ロボジャン28号ではなんとかハイスコアを出して上位入賞して SS ランク妖怪ゲットしたいところです。さあ5つ星コイン、5つ星コインは S ランクもしくは A ランク B ランクが出るということなんで、おっと B ランクゴリダルマ、これもねよく出るよね。さあもう一回いきます。ちょっと5つ星コインなかなか渋いですね。今回のガシャ前半でねかなりいい妖怪が出ていいなと思っていますが、これも技のレベルアップ。さあそろそろ一角来てほしいよね。もしくはなんか勇まし系のお憎いとかね、
レベル上げたいところですが、鬼くんもね結構今回のスコアアタックでは活躍してますからね。さあ5つ星コインいきましょう。取った赤いウィスパーから、おっとヘコキジン、これはちょっと微妙です、使いづらい妖怪。さあ5つ星コインいきます、来てくれ一角、赤いウィスパーから、おっとセオカン、いつものやつです、技のレベルアップ。さあロボニャン28号やっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。